はい、皆さんこんにちは。言いたい放題チャンネルの時間です。はい。で、今日はね、最近ほら、オリンピックがなったらとかさ、コロナがなったらって言ってて。ふざけんなって感じだからね。でも嫌じゃん、そういうのってさ、心がね、すさむ。まあね。だから、二人で、安藤くんとね、癒されようという形で、はい。ペット、動物の話をしたい。ゾンビじゃなくてよかったわ、本当に。ゾンビをペットにするかってのがあったんだけど。あ、そうなの？そういうね、あるんだけどさ、したくねえな、あれはな。ないない。倒してことゾンビであるから。そうそうそう。でもね、動物は違うでしょ？うん。犬派、猫派とかいろいろいるんだけど、はい、その上で、動物のことで言いたい方出します。俺はって言うと、犬猫どっちも好きだけど、牛派。牛あんま分かんないね、牛派ってね。牛とか馬好き、はいはい、鳥も好き、うん、とにかくねペット大好きな2人は子供の頃に戻って、うん、ゴールデンレトリバー の、 あのお母さんに癒されたいと、うん、そんなことを考えて、うん、いきましょう。いいですか、はい、それでは言いたい放題チャンネル。なんか力がこうでね、はいはい、じゃあさ、ズバリ言って、うん、安藤君が全体で考えて、はい、今一番一緒に過ごしたい動物って何？犬。犬なんで俺も一緒じゃねえか。うん。でも大型犬の、うん、あのメス犬。メス犬ってのはなんかちょっといやらしい。いやらしい。だってさ、YouTube とかでね見ると、あの小さい子供と子供が生まれた家庭にもうすでにね犬がいるわけだ。大きい。そうそうそう。でもお姉さん的な立ち位置なのよ。もっとお姉さんになるんだよね。そう。すんごいね、その辺の人間より優しい目してんの。犬ってね。お姉さんにもお兄さんにもなるんだ、すごいね、うん、なんであんなに可愛いんだろうなと。いいなと思いますよ。よくくだらない番組の中でいいからなんで、このメス犬がとか言うけどいいじゃん、何がいいけどと思うね、うん、あのね、俺はね犬一番の人なの、もともと。はいはい。あのやっぱり小さい頃から犬ずっと飼ってて、うん、親父が最大13頭とか16頭飼ってたんです。そんな飼うんだ。それぐらい親父犬好きなんだ。へえ。で、小さい頃やっぱり犬に育てられたような犬がいてね、あの育ててくれた犬がいて、本当に犬かわいい、うん、はい。お袋がね、なんかどっかで近所で話をしてて、うん、俺のベビーカーが上野のね、谷中で、うん、勝手に走り出したって映画みたいなんだけど。ブレーキかけてなかったんだ。お袋だからね、そしたらどうしたかって、ああ、母の日ですよ。とにかく元気で、あれ何よりですね。13日、うちの息子の誕生日関係ないけど、そんな中でね、はい、あのそのアッポっていうのがいたんだけど、うん、そいつが俺を探しに大黒天まで飛んでって、はい、ちっちゃいになったんだよ、千葉県の雑誌で、うん、それで俺をそのベビーカーごと引っ張ってきて助けたっていう。もうすげえ。やばいぐらい可愛いなったの。おまあね、犬っていっぱい思い出があってさ、うんうん、いいやついっぱいいるんだよ、うんね、だから僕俺は犬が好き、うん、で猫もいっぱい飼った、うん、1回に10匹以上飼ってたから。これもおかしいんだよ、大学時代。はい。俺の付き合ってた女の子が、はい、やっぱりさ猫大好きで、言ったかも、サム猫だけ1匹買ってきて、うん、であとは野良猫がやっぱサム猫の生まれた子供たち、はいはい、とかね、野良猫なんかで10匹以上乗って、うん、それであの住んでたのが追い出されたんだけど、うん、なるほどね、お屋敷って言われた、はい、でその当時大学の友達が大溝仁志って俺のね大学の同級生ぶん投げて壁に穴が開いたんだよ、はい、で壁に穴が開いたところ猫が行き来してて、うん、それも問題になったんだけど。問題になったでしょうね。猫も可愛いけどね、猫はね残念だからね、心が通じるか通じないかで犬が通じるんだよね。うーん。もう一つ言うと鳥、うん、特にインコ系、うんうん、これうちの弟が昔からやっぱりさ交通事故で怪我しちゃって、はい、大変だった時に鳥が癒してくれた。うーん。で鳥も忠誠心がすごくて、はい、母親が例えばね、うちの弟を叱ってる時に、うん、あの鳥籠から自分出てきて母親を襲う、うん、母親は私が鳥としてなのとか怒ったけど、うん、無理だな、うん、それぐらいね飼い主に忠誠心があるの、はいはい、でそれ言うとね俺ね牛もそうなんだよね、うん、牛もうちの弟と俺もそうなんだけど、うん、まあ、あるところで牛と出会って、はい、まあ、どうしてこんな人間になれるの、うん、慣れ方がすごいんだよねみたいな、ね、だから俺はあの時に牛食っちゃいけないなと思ったんだけど、うん、すき焼きとかさ、サムジャクグルト、うん、ごめんね、牛さん、うん、藤子不二雄の漫画でね、うん、あのそういうのがあるんだよ、はい、あの要するにあの宇宙でナンパしちゃってさ、うん、あの大変で宇宙に着いたところが牛の国だった、はい、それでなんとか人間あの世界借りたいんだけど、うん、頑張ったんだけど、うん、その牛の世界で牛の代わりに牛と言われてるのが人間なのよ。あ、ね、で人間の可愛い女の子が、はい、牛の中の式典かなんかで食われちゃうの、はい、それで牛を食う、人間食うと残酷だっつってていろいろやるんだけど、うん、助け出された帰りの飛行機でステーキ食うっていうのがそういうのがあったんだけどね、うんうん、だけどやっぱりね
動物ってさ、やっぱりさ、植物連鎖の中にいるから仕方がないけど、そうね、かわいそうだなと思った牛は、うん、あんな美味しいんだもん、うん、美味しいからかわいそう、美味しいね、うん、まあそんなことも含めてね、うん、今日は食わなくて多分明日食うかもしれないね、わかりませんけどね、まあでもね、何であろうと動物ってのは特別だよ、うんうん、でよくね、イルカ食っちゃいけないとかクジラ食っちゃいけないけど、イルカも頭のいい動物だけど、イルカが頭いいわけじゃないか、一番ね、うんうん、虫が一番頭いいと俺は思ってる、うん、いろんな意味でね、はい、全体的にだよ、うん、だけどそれと同時に類人猿と言われてる、うん、人間に近い猿の中でチンパンジーより頭いいボノボっていうのがいるんだよ、うんうん、これはピグミチンパンジーって言われてて、うん、ちっちゃいチンパンジーなんだけど、うん、こいつらは人間の下手すると中学生ぐらいの頭脳を持ってて、人間の言葉を理解してキーボードで全部やるんだよね、はいはいはい、そういうのもいる、うん、あと鳥の、ヨウム、うん、あれも小学校1年生ぐらいの能力ある、うん、だそう考えちゃうと、もっと動物たちとのコミュニケーションをしっかりするとこの世界でいろんなことが分かるんじゃないかなと思うんだな、はい、だから人間はさ、人間が一番頭良くて動物はどの程度ってやっちゃってるからおかしくなってるけど、うんうん、頭いいんだよみんな、うん、ね、犬は頭いいと分かるでしょ、うん、牛の頭の良さはびっくりする、俺たち行ってきたさ、そのね、うん、俺たちそこまで行けなかったんだけど、由布島なんかに行くと、はい、石垣のね、うん、行くとそこで牛が働いてる、その牛の働き方が、うん、働かされてるんじゃなくて働いてるの、はい、結局ね、朝起きると、うん、自分たちで勝手にドアを開けて、で水と餌をちゃんと動物たちが朝飯代を自分たちでやって、はい、そしてその後みんな整列して仕事に行く、うん、仕事は島から島への要するに送迎をやる、うん、牛舎なんだよ、はいはいはい、で牛舎を全部引っ張って自分たちだよ、うん、で一頭ずつ引っ張って人間のところにやってきて、うん、人間が乗っかって乗客を乗せて船渡るんだけどさ、うん、そんなのが当たり前にいるんだよ、だからね、考えるとね、牛の頭の良さとか動物の頭の良さびっくりする、うん、有名なのは牛がね、飼い主と一緒にさ、ずっと仕事をしてたんだけど、はい、飼い主が脳梗塞か脳出血で倒れちゃって、うんうん、それで家に帰らないでその病院に牛が直行したって、ね、はあ、こんなのが当たり前なのよ、牛、うんうん、ゾウも頭いいでしょ、はい、ゾウの頭の良さとかさ、おかしいぐらい頭いいんだな、だから俺たちさ、やっぱゾウを見た時にその頭の良さに感動する、うん、鶏が絵描くの有名だよね、ゾウ、うん、が絵描くの、あ、鶏絵描かない、ピアノ弾く、あ、ピアノね、はい、でゾウは絵描くでしょ、うん、豚も絵描くって言ってる、うん、みんなね、動物ってのは思った以上に頭がいい、うん、それを分かって付き合って、うん、だからもちろんさ、仏教徒にあるように動物がね、なんかさ、業者が倒れた時に、うん、ね、食べ物集めたんだけど、キツネはブドウを集めて、ウサギは何集めた、うん、だけど残念だけどウサギかな、ウサギだったね、ウサギがね、一頭だけ何もできないからって自分を焼いて食わした、うん、だからそういう気持ちとかそういうのあるんだよ、うん、だからそういうのも含めて感謝の気持ちを持って生きなきゃいけないなっていうのは思いましたね、うん、私はゴールデンレトリバーです絶対、うんうん、猫も可愛いけど言うこと聞かないと首ひねりたくなっちゃうんだよ、うん、これ言うとね、ボロソイになるから、うん、そうだね、ないね、ここに、うん、だからやっぱりさ、人間と一緒に生きていこうと思ってる犬たちは可愛すぎるんだよ、うん、レトリバーね、カフェはダメだったけどね、そうね、愛想がなかった、もう寝てばっかだったし、お姉さんとこばっか行くんだもん、そうそう、僕だって行きたかったよ、ウサギも可愛いけど、うん、利口さ感じるんですよ、若いウサギカフェとか言ってたから、あ、何考えてるか分かんないところはちょっとあるかもね、考えてねえかもしれないけど、脳みそほとんど人間しかねえんじゃないかと思ってたからまあね、鳥も可愛いです、うん、鳥はね、ヨウムとかインコ、うん、セキセイインコなんかあんなちっちゃいのに脳みそ詰まってんだよ、ね、それこそ九州のバカなさ、うん、テロリストよりずっと頭がいいよ、あ、じゃあ価値がある、ね、うん、本当すごいです、あ、なんか癒されるスッキリとしたラジオになったのかな、分かんない、まあ結構言いたい放題言いましたよね、うん、まあとにかく言えてることは、動物は大事にしよう、付き合いをね、うん、友達であるってことを前提でやらないといけません、うん、食い物だとかさ、奴隷だとか思っちゃいけない、うん、犬なんか絶対そうだと思う、うん、本当にね、真剣に付き合ってるんだ、すごいから、あいつら、うん、人間をよく分かってて、うんうん、人間と生きようって気持ちがあるところが可愛いから、可愛いね、ちなみに好き嫌いあるけど猿は嫌いです、あ、そうですか、あいつらずるい、何でもいいけどずるい、あ、そうなの、嫌い、あ、ね、猿好きな人ごめんなさいね、うん、さあそんなわけで今日も飲んで、うん、楽しくラジオです、そうですね、もうすぐ追いつきます、はい、ということでまた来週、来週。